複数の欧米メディアは8日、ウクライナ軍が反転攻勢を本格化させたと報じました。去年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、新たな局面を迎えました。ワシントンポストと NBC テレビは8日、複数のウクライナ軍交換の話として、ウクライナ軍がロシア軍への反転攻勢を本格化させたと伝えました。南東部の前線で大規模攻撃が始まったとの情報もあります。 またイギリスのフィナンシャルタイムズはドイツが供与した主力戦車レオパルトをウクライナ軍が実戦投入したと報じていますシルスキー陸軍司令官は8日東部ドネツク州の激戦地バフムト付近で進軍していると述べました一方ゼレンスキー大統領はダム決壊による被災地を視察した後 ドネツクでは激しい戦いが行われている、だが結果は出ていると述べ、一定の成果が出ているとの認識を示しました。 一方、アメリカのバイデン大統領は8日、反転攻勢に対する言及を避けたものの、今後もウクライナに対し、長期的な支援を行う方針を示しました。